2024年のヘビロテ確定メンズクロスニーカー防水5000円ということでご紹介していきたいなと思います。他オーネオネの代わりになるんちゃうか。しかも値段安いんですよ。履き心地めちゃくちゃ悪いけど大丈夫これ。はい、本日ですね、2024年のヘビロテ確定メンズクロスニーカー防水5000円ということでご紹介していきたいなと思います。ということなんですけども、こちらにズドンと並ばさせていただきました。全部黒のスニーカーで、しかも何年やったら防水っていうところだけにフォーカスしてチョイスしたわけなんですけども、実際問題これ僕結構履いてるやつもあったりするんです。でこの中で今回ご紹介はできないんですけども、これね、昨年出たバンズの職人っていうモデル、1万円いかへんのに防水の仕様でめっちゃ良かったんですけど、もう販売されてないんですよ。残念ながらもうこれ完売っていうか、もう販売終了しちゃったんで今回これは出しません。じゃあ何をですね、あのチョイスするかっていうとですね、実はこのためだけに買ったやつとかもありますので、ぜひね見ていただければなと思います。まずはですね、王道のラインからいきましょう。王道のラインというとやっぱこのあたりですよね。ホカオーネオネのカーハローっていうやつですけども、これもゴアテックスのモデルになってて、これが一番値段が高くて3万円ぐらい確かしたかなと思います。で次がですね、僕が多分一番日常で履いてるんちゃうかなっていうのがこのエアホースのスニーカー。これもゴアテックスなんですね。まあここにゴアテックスって書いてあるけども、これがちょっと定価がいくらかわからないんですけども、2万ちょっとぐらいで僕も買ったかなと思います。でゴアテックスね。で次もこれもよく履いてるんですけど、これはエコーっていうスニーカー。もう見てください、めっちゃ汚れてるじゃないですか。だからこの汚れるぐらい履いてるので結構使ってますけども、これも防水ゴアテックスかな。このようにゴアテックスのスニーカーということになっております。しかも本革なんですよ。そやからめちゃくちゃ使いやすいということになってますので、楽しみにしておいてほしいなということなんですけども、あとまあノースフェイスがお好きな方もやっぱいらっしゃるから、ノースフェイスのスニーカーって言ったらこのスニーカーかなっていうことで紹介させていただくんですけども、これ昨年このレビューのために買ったのはいいんですけど、裏から見てください。ズドン、全く履いておりません。ずっと1年間、物置のように置かれてただけのスニーカーなんですけども、これも一応防水のスニーカー。そして最後がこのために買ったスニーカーなんですけど、それがねメレルっていうスニーカー、ご存知ですかね。どんなもんなんかなと思って買ってみました。でもしかしたらこれホカオーネオネの代わりになるんちゃうか。しかも値段安いんですよ。1万なんぼかね、1万2万いかんかったんですね。このようにゴアテックスのモデル でしかも結構肉厚なボリューム感のあるスニーカー でソール部分がビブラムソール使われてますよと。で今回開けるの初めてだからまだ僕履いてないんですよ。だからどんな履き心地か全く知らないんですけど、以上5足をね履いていきたいなと思います。下にもあの画面ありますので、この画面も見ながらね、どんな感じに見えてるか、そして履き心地も含め、見ていきたいなと思います。まずは一番最初っていうのがですね、ホカですね。これ買った時は衝撃やったんですけど、もう最近は僕履かんくなったんですよね。なんでなんかっていうと、この履き口がちょっとこのちょっと履き口めんどくさいんですよ。だからあんま履かんくなったって感じなんですけど、まあやっぱり確かに包まれてる感っていうかフィット感はやっぱ抜群ですね。で今回これねご紹介できなかったんだけど、オンっていうスニーカーあるんですよ。でオンにも防水はあるんですけど、オンの防水って真っ黒ないんですよ。なんかちょっと線入ってるとか、なんかよくわからんところに白いなんかロゴ入ってたりするから、それいらんと思って今回除外しました。でこんな感じでオンね、めちゃくちゃ久々に履きました。1年ぶりぐらい履いたんちゃうかな。なるほどなるほど、こんな感じねっていうことね。で次が一番ヘビロテしてるこの履きじわとかもめちゃくちゃ出てますから、このエアホースのゴアテックスなんですけど、これ後でも履くんですけどね、スウェットとめっちゃ合うんですよ。だからまあ普段こういうちょっときれいめな格好する時とかは履かないんですけど、まあスウェット履いたりした時とかでジム行くってなったらもうめちゃくちゃ合うんで、これも使ってます。でしかも雨全然いけるからね。次がちょっとこんな小綺麗な格好をするときはだいたいこのエコーを履いてるので、まあ、これもね本革やし、履いててめっちゃスニーカーやから楽やのにもかかわらず綺麗なんですよ。なので足元綺麗やからちょっとデートとかでも全然いけるし、奥さんと出かけるってなったりしてもこれさえ履いとけばなんかスニーカー履かんといてって言われへんのですよ。だから世の男性諸君、これは使えるんですよ。これめちゃくちゃ使えるんですよ。これ似たようなやつね、コンバースからもあったと思います。でも僕ちょっとコンバースのやつ履いたことないから分からへんけど、それもゴアテックスであったりすると思いますの でそんなんもあるし、あとはノースレースですよね。まあこの中で唯一ゴアテックスではないんですけど、まあこれもちゃんと完全防水なんですが、一番履き心地悪いです、はっきり言いますけども。なんかこう板の上歩いてるのかなっていうぐらい履き心地はまあ悪いので、あんまり履き心地を求めはる方とか長期間歩く方は向いてないと思うんですけど、まあ、一時的に防水のスニーカーがいいって方なんかはいいかもしれませんね。で最後がこのために買ったモレルっていうやつのメレルでしたね。メレルのスニーカーちょっと見てください。これよく見たらちょっと内側がこの起毛感のあるというかモワモワしてる感じですね。フリース素材みたいなのが使われておりまして、さて履き心地ですよね。問題の履き心地はどうか。はい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 、はっきり言いますね、ホカオネオネのちょい下、ホカオネオネの方が履き心地はいいんですけど、なんか包まれてるんかなとかって思ったんやけども、やっぱりこれハイキング用にね作られたブランドらしいんですよね、調べてみたら。やけど別に特に足元クッション性が柔らかいわけでもないんですけども、ホカオ
オネオネの介護感みたいな感じなんで、まあ、値段も1万円以上安いのでちょっと安く済ませたい。しかも1万円台でゴアテックスのスニーカー買えるって考えたら、まあ、めちゃくちゃコスパはいいと思うんですけど、長時間歩くとどうなるな、靴ずれちょっとしそうっちゃしそう、かかとぐらいしそうかなって感じはありますけども、こんな感じですね。で問題がですよ、今黒パンツで黒のスニーカー履いたらまあこんな感じって分かったじゃないですか。ちょっといろいろ見ていきましょうよ。例えば最近こう巷で流行ってるこないしたこの白のパンツなんてどうです、ワイドパンツ。ちょっと一回入ってみましょうか。まあ、例えばこういったちょっとワイドパンツ目の時に 100% 合うのはね、今回のあれにはないけど 100% 合うのは絶対これでしょ。それはバンズのスニーカーが絶対合うでしょ。ほらめちゃくちゃ合う、めちゃくちゃ相性いい。しかもまあこれでまた雨にも濡れへんし、めちゃくちゃいいじゃないですかこの感じね。合ってますよね。でちょっと戻していくと、まずは他オネオネからいきましょう。はい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 、なんか今時の子やなこれ、今時の感じしますね。なんか今時のおしゃれな子はこんな感じの雰囲気しますもんね。ちょっとよく分からへんけど僕には。でゴアテックス今回多いんですけど、なんでゴアテックスがいいかっていうと、まあ、ノースフェイスのやつも全然悪くはないんですけど、ゴアテックスやっぱ透湿性すごいんですよ。要は蒸れ、足元ってめちゃくちゃ汗かくんですよ。最も汗かく場所どこって言ったら、おでことかそのハゲたてっぺんとかそんなことじゃなくて、とにかく足なんですよ。足裏めちゃくちゃ汗かくから、透湿性があるっていうのもめちゃくちゃ大事なんで、今回ゴアテックス多めにやってます。そういうちょっと一応ね情報も言っとかんと、なんでゴアばっかりなんて話になってくるから、そういうのも一応言っときましたけども。で次はエアホース。こういう格好にエアホースは絶対合わんでしょうね。なんかこうしっくりこうへんね、やっぱりなんかちょっと変ですよね。なんでお前靴だけあの中学校の時から履いてるやつと変わってないのみたいな感じになるから、やっぱちょっとこれ変ですけども、まあこのエコーのスニーカーもまあ合うんちゃいます。ちょっと大人っぽい感じに仕上がるんちゃうかな。そんなことない、悪くはないけどそんな良くもないね。やっぱバンズの方がやっぱりね。そして次ノースフェイスは、これ合うね、これめちゃくちゃ合うじゃないですか、これいいじゃないですか。ちょっとこれゴアテックスじゃないし、板の上歩いてるみたいだけど、見た目の雰囲気やっぱこれ、やっぱりローテックはいいですね。これ合わせやすいですね。でメレルはどう、メレルちゃんは。あ、似合う人は似合うやろな。僕やったらこれ無理してる感じ出てますね。めちゃくちゃ無理して今の若者にちょっと合わせてますみたいな感じで、ちょっと痛いですねこれね。次ちょっとデニム行ってみましょうか。デニム、ジーパン、まあ、次はねこういうリーバイスの、まあ、ザ王道みたいなのちょっと履いていって、まあ、次はこういうクラシックパパスタイルにしといて、ちょっとメレルから行こうか。なんかソールのね、やっぱビブラムソール使ってるからソールの安心感めっちゃあるんですよ。ただソールとクッションの間にエアーっていうか、その柔らかさが全くないので、守られてる感はあるんやけど硬いんですよね。どうもこうなんていうの、ガッチリ感はめっちゃあるんだけど、履いててふわふわするとかっていうのはもう全然ないですね。でこの格好したらもう登山家みたいな格好になってますね。これボリュームあるスニーカーってやっぱ若い人らはかっこいいと思うんですけど、僕とかはあんまり似合ってないような感じ、まあ、体型的にも多分似合ってないと思うんですけど、そんな感じだったり、あとこれはあかんやろな、中学生みたいになるやろな、エアホース。ジーパンこういう細いのにエアホース履いたら、おい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 、お前中学生か、もしくはまあイオンモールにおるパパやないかい。これもイオンに行ってる人は悪気あるって感じじゃないですか。なんとなくイメージすぎません、こういうジーパン履いてあのエアホース履いてるお父さんって結構見かけるじゃないですか。だから個人的にはあんまりやっぱり好きな感じではないかもしれないですね。ってなってくるとやっぱりローテク系は合うでしょうね。このノースフェイスとかあの履き心地はめちゃくちゃ悪いんやけど、見た目的には合うでしょうね。履き心地めちゃくちゃ悪いけど大丈夫これいいか。でやっぱこれはねエコー履き心地めちゃくちゃいいから、しかも革で馴染んでくるし、最初から靴ずれもせえへんし、めっちゃいいですね。これやっぱ合いますね。ちょっと大人っぽい感じで、靴買うだけでこんなに買うのってぐらい買うよ。大人っぽい感じですね。これいいですね、いい感じいい感じ。他オネオネも多分あんま合わやろうな。やっぱり登山家みたいになっちゃいますね。ただ履き心地やっぱ一番いいの他ですね。この中で圧倒的に履き心地いいし、やっぱビブラムソールで守られてる感プラス、それにクッションもまたいいのが入ってるから柔らかいって感じなんで、履き心地選手権はナンバーワンです。合わせにくいかもしれないけど履き心地はめっちゃいい。で2番目がエコーね、エコーが2番目に履き心地いい。で3番目がエアホース、4番目がメレル、5番目がノンセス、これ一番履き心地が悪い。でも結局はねパンズが一番合うんですよ。結局は今回もうエントリーもう1000円って言ったけど、僕もうずっとエントリーしてるけどもうええか。いや、でもバンズあんま合わんな。やっぱ一番はこれエコーやな。これめちゃくちゃ相性いいですね、やっぱりね。もう僕もこれ買って2年ぐらいしてるんですけど、めっちゃプライベートでめちゃくちゃ履いてるんですけどね、今のところまだまだ現役ですね。で最後が、もうちょっと休日なラフな感じ出していきたいので、スウェット履いていきたいなと思います。はい、では次はね、ラフスタイル。まあ、公園に行くパパみたいな感じのスタイルになった時は、どれが一番合うのか。まあ、これは履いていくでしょうね、おそらく。まあ、ただ優秀なんだ、バンズね。バンズはどれ履いても大体それっぽくなる。いけますね。いけるね。バンズいいね。いい感じですね。次がね、一番ここで合わへんのがエコーちゃうかな。ここまで万能でトップを走ってきてたエコーがちょっと綺麗め感がなくなった瞬間ちょっと合わなくなってきた。
変ですね。なんかあのスウェットにスーツみたいな、その革靴履いてるみたいな感じですね。それでいうとやっぱホカとか相性いいですよね。あ、めっちゃくちゃいい。このスウェット、ノースフェイスのスウェットにビズサーのデサントのやつが来て、で、ホカオーナーで、もうこれ完璧ですね。いい感じです。実はこのジャケットは防水で、パンツは防風で、靴は防風でも防水でもあるってことなんで、ちょっと冬場の寒い時でも全然着れる。そしてノースフェイスのは、まあもうとにかく履き心地が悪い。もうそれしか感じない。まあこれも見た目はいいですよね。そしてメレル。なんかね、一番いい表現としては、何が一番いいかなって考えるときに、わかりやすいのが、子供の時の靴みたいな感じなんですよ。側はめっちゃ硬いんやけど、中のなんかこのクッション性全くないみたいな。子供の靴ってそんな靴あるじゃないですか。で、なんか、ホカオネドーネとかの方が、ナイキのエアマックスとかみたいな感じで、こう柔らかさがあるっていう感じ。でもこれは硬いんやけども、柔らかさ全くないっていう感じなんで、まあ見た目はね、これ全然かっこいいかな。こんなんめっちゃ合うじゃないですかね。かっこいい感じだけども。ミス回りとかもいいでしょうね。こんだけグリップ力あったらめちゃくちゃギュッと止まってくれるし、いい感じかなと思います。ということで、いろいろ見てもらいました。ジーパン履いたり、ちょっとワイドパンツ履いたり、スウェット履いたりして、もうどれくらいしまうかって感じなんですけど、まあ2個ぐらいあってもいいかなと思うんですよね。個人的にはやっぱりこのエコのスニーカーね、これはまあ1個持っといて間違いない。これはもう 100% もう使えるから持ってて間違いない。で、次がやっぱボリューム系も欲しいから、それをどっちするかって言われたら迷いますよね。他に行くのか、メレル行くかって言われたらちょっと迷うけども、なんか今どうやら噂ではサロモンかなんかって出てるらしいじゃないですか。で、そのサロモンも去年一昨年ぐらいから人気あって、ゴアテックスも出てて、結構値段も安いっていうのがあったりすると思うので、まあ、そんなのちょっと含めながらね、ああいうちょっとボリューム系のあるやつとかってまだまだ候補あると思うので、また買ってみたいなと思いますということになりました。ちょっと残念ながらこの辺は、モースレスとか、あとゴアテックスの方はちょっとあの、一回戦力外になっちゃったんですけども、またね、見ていただいてる方に、そうそう、ちょうど子供と公園で遊ぶねんとか、そうそう、ちょうど今度キャンプ行くねんとかってなった時に、あ、これいいんちゃいますかとか、ちょうど嫁さんと映画デート行くねんとか、もうこれでいいですよ、みたいな感じでご紹介していけたらなということで、いろいろ買っていきたいなと思います。ということで、本日はですね、2024年の春夏の、クロスニーカーということになっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。